隊長、お願いです。どうした？マリーがこのままじゃ。助けて、力を貸してください。エリック、そう取り乱していてはわけがわからない。落ち着いて話せ。はい、すいません。実はマリーの子供が入院してる病院でテロが発生したんです。マリー、周りが止めるのを聞かずに一人で子供を救出しようとしたんですが、銃弾に当たって。幸い命には別状ないそうですが、マリー、麻酔が残ってるのにまた助けに行こうとしてるんです。とても動ける体じゃないんです。このままじゃ死んでしまいます。マリーが任務を離れたのはそのためだったんだ。子供の容態が悪化したって連絡があって。お前はそのことを知っていたんだな。はい、ゾルゲニアン討伐作戦の後病院に行ったらテロが起こるなんて思ってもいませんでした。お願いです隊長、力を貸してください。事情は大体分かった。いいだろう。マリーは大事な仲間だ。放っておくわけにはいかない。ありがとうございます。だが正式な任務ではない。他の奴らを動かすわけにはいかん。あくまで俺個人としての行動だ。いいな？はい、隊長がいればあんなテロなんかイチコロですよ。聞いたぜ。どうしてわかったの？てめえだ。あんな大騒ぎしてよ、弊社中響き渡ってる。そう、なんかさ、ちょうど退屈してたんだよな、俺たち。私たちだって仲間なのよ。私は、マリーが死んじゃつまらないから。長官の指令がない仕事いいね、みんな。ふん、俺はただこいつらに釣られてきただけだからな。いいのか？ジャケットは着ていけないぞ。個人の装備だけになる。気にすることはない。強い奴はどんな状況でも強い。そうだな。よし、そういうわけで行きましょう。
マリーはすでに病院の中です。警察やスワットの連中には俺から一言言っといたぜ。これでしばらくは好きにできるよ。さすが元スワット、顔聞くね。ちょっと待って。私あっち調べてくるから。あ、あれは。マリー、しっかりしてマリー。あんた、じっとしてて。すぐ手当てするから。シルキー、どうしてここに。エリックよ、隊長に談判しに来たの。そりゃもうすごかったんだから。マリー、余計なことかもしれないけど、エリックの気持ち少しは考えてあげたら。エリックは、終わった。でもまだ動いちゃダメ。ここは私たちに任せて。あなたは自分の身を守ることに専念して。シルキー、何よ弱音、おばさん。自分の身ぐらい自分で守れるでしょ。聞いたわ、子供。その子のためにも死んだら許さないわよ。
We'll be right back.
隊長、あいつベッドで寝てた子供を盾に騒いでます。まずいな。ここの子供たちは集中治療が必要だ。あんまり長くは。ああ、ジョニー、誰か早く先生を、先生呼んでちょうだい。ああ、お願い、誰かこの子助けて。マリー。ああ、ジョニー、なんてこった。無事でよかった。隊長すごいんですね。私憧れちゃいます。ねえ、何なんです、あの光。私にもできないかしら。やめろ。あ、ごめんなさい。私、いや、悪かったな。さあ帰ろ。話は聞いたよ。理由はどうあれ、軍規違反には変わりない。ロイシード、君に3週間の独房入りを命ずる。他の隊員は全員1週間の謹慎処分とする。ブルーマリーを現在入院しているそうだ。彼女からは作戦放棄料として10万ドルを徴収する。今後二度とこのようなことがないよう頼むぞ、ロイシード。はい、以後気をつけます。違反はわかるけど、ちょっとひどくないですか。私たちはともかく、隊長やマリーさんだって子供のためにやったのに。きっと勝手にやったことが気に食わないんだ。何もわかっちゃいねえのはお前たちの方だぜ。なんでだよ。普通なら俺たち全員裁判で吊るし上げられ、1ヶ月は独房入りだ。マリーにしたって嘘をついてたわけだからな。罰金で済んだのが不思議だ。長官さ、裏で働きかけてくれたんだろうよ。そう。
お疲れ様です。隊長、三週間の独房、辛かったでしょう？ああ。マリーもこの間、無事退院しました。そうか。きっと、しばらくは子供と一緒にいるんじゃないでしょうか。そうだな。誰か休むって言ってたかい？マリー戻ってきたの？お待たせしたね。隊長、それからみんな、ありがとう。一生この恩は忘れないよ。何かあったら、今度はこのあたいが力貸すからね。子供はいいの？ジョニー、元気になったよ。あんたのおかげさ。改めて礼を言わせておくれ。ありがとう。あたいね、子供と約束したのさ。あたいたちのような家族をこれ以上増やさないよう、この戦争を早く終わらせるって。ちょいと照れくさいけどね。そういうわけだから今後も頼むよ。ああ、せっかくうるさいババアがいなくなると思ったのに。なんだってこの胸なし女。また始まっちまったぜ。でも意外だったな、マリーさんに子供。帝国の攻撃でね、亭主はあっけなく死んじまった。その時ジョニーも植物状態になっちまって、あの子を助けるには軍の使っているブレインネットワークが必要だって知ってね。それからさ、あたいが傭兵になったのは。ブレインネットワークの一般利用は5ハットだし、子供の入院費と治療費を稼ぎながら闇ネットを探すにはもってこいの仕事。悪いとは思いながら、バレたら元も子もないから黙ってたんだ。そうだったんですか。ごめんなさい。なんでクレオが謝るのさ。変な子だね、まったく。ま、久しぶりにみんな揃ったことだし、マリーのことも分かってすっきりしたじゃないですか。そ、ここは一つパーッと飲み行こうぜ。ふん、それしかねえのかおめえは。Thank you.